はい、どうも、ひこぽん、心の声です。今日は、タリスファッションの動画になります。特別な衣装を着たポケモンが出ます。後ろ向きに帽子をかぶったグレッグル、シルクハットをかぶったキルリアやコリンクのレイドがあります。7キロ卵からは、リボンをつけたムキュールが出ます。タスクでもゲットできるので、狙っていきたいところです。新実装の色違いは、コロ帽子、格好がおしゃれなので、このイベントに合ってますね。イベント気分を盛り上げるべく、イベントのカバンを背負います。オシャンティーです。冒険感がないので私の好みじゃないですが、まあ無料なのでいいだろう。撮影するとグレッグルが映り込みます。映り込んでないのも一緒に記録されるようになったんですが、なんか変な感じです。ベストショットだったのに映り込みで台無しってことを防ぐためでしょうか。ポケモンが映ったんだからそれは仕方ない気がするけど、映り込んだ後はフィールドにも出現するので忘れずにタップ。通常色、帽子をかぶったグレッグルの色違いもおります。そんでもって、すでに、ムチュールのタスクを3つ用意してあります。こちらも色違いおります。ムチュールの色違いは持っていないので、これは積極的に狙っていきたい。通常色。次で最後です。そう簡単に出るわけもなく、とりあえず、グレッグルの巣になっている公園へ向かいます。これから行く公園、なんと最近通っているツリングやキャスティングの前なんです。なんという俺得スポット。スポンサーのタスクは必ずゲット。砂線、おいしい。セブンイレブンは弁当を食べてます。今後ともよろしくです。こんなところに茶畑があります。ちゃんと扇風機みたいのあります。あれは、暴走ファンといって、新芽を霜から守るための装置です。茶畑にグレッグル。通常色、通常の色違い持ってるので無理にゲットすることはないですが、どうせならゲットしたい。のどかな風景ですが、これが武蔵野の大地です。エネコも結構見かけるので、色違い持ってない人はチャンスです。通常色、鳴き声が完全に子猫。この間まで色違い新実装のポケモンの脇が渋すぎて憤っていたのですが、今回コロ同士の脇も多く良い感じです。ただ今後もそうかというと違うのが悩んクオリティ。期待しちゃいけない。ほんと新実装にもかかわらず脇が少ないのバカなんじゃないかと思う。今のところポケモンで一番消せないところです。1週間だけでも脇を多くしてくれればそれだけで盛り上がるじゃんっていうクリエイターではあるのでしょうけど、遊ぶ人の目線に立ってないのかなと思う。とりあえず近くに来たらキャスティングです。ゲイリー山本のレッグアームとジャッカルのベラクー、釣れる気しかしない。グレッグルの巣になっているバンバ公園はあそこ、ほんと近くです。ではルアーも買ったし、いざバンバ公園へ。大通りが行く手を遮るので歩道橋で渡る。10キロ卵、10キロ卵に金バスがいるのが消せない。2キロかせめて5キロじゃないか。そんなわけでバンバ公園に到着です。早速グレッグルが出てます。早々にミンポケニスとして登録していただいてよかったです。登録なかったらまずわからないですからね。グレッグルのタップ数を確認するの忘れてました。1時間やってみて時給を見てみます。ここから今の2匹を引きます。ここからバンバ公園です。この辺の地域のトレーナーさんのポケ活の中心地かな。最近はあまり見ないけど。EX の時に人が集まってました。EX、懐かしい響き。今日は土曜ですが、車を止める場所の空きもあります。少年サッカーの試合があったら満車になるかもですが、まあ、このご時世、大会はないかな。この公園、ポケストップが少ないんですよね。ジムは3つもあっていいのですが。グレッグル3匹目、通常色。中央の広場は自転車進入禁止なので、ここに置いていきます。久しぶりに歩きます。4匹目、通常色。アラームを14時6分にセットしました。1時間で何匹グレッグルをタップできるかな。頑張るぞ。まずは水分補給。久しぶりに歩くので、歩き方を忘れてしまった。んなことはない。金木犀がすごい。ほのかに香るといいけど、これだけ匂うとトイレの芳香剤ですな。土曜だけど、そんな人はいない感じです。帽子のコリンクが公園内のジムに出たのでやっていきます。あっという間です。コリンクの色気が未だ持ってないので、これで出てくれると嬉しい。残念。通常食。タスクのリワードで人文字が出てきた。ハロウィンはまだ早くないか。頭に何かぶつかったと思ったら、こんなものが、柚子のような、美味しそう。快適な気候になりましたが、寒くなっても夏よりはポケ活しやすいですけどね。もう夏は無理です。公園は外周を完全に一周できます。重複するところがなくて無駄がないのでいい。てなわけで1時間経ったので時給を確認してみます。脇は特別いいって感じでもなかったです。22匹確認したら結構見つけてました。これなら御の字です。近くに住んでたらウォーキングついでにポケ活なんていいですね。私も1時間歩いて気分がすがすがしいです。確認できたので、今日のところはこれにて撤収。帰りに色違い見つかるといいな。おっとその前に、入り口の黒卵をやっていきます。成立しそうな黒卵は見過ごすことできない。もしかしたら個体値100かもしれないぞ。その前に人が集まるのか。バンダ公園だからいそうなんだけどな。4名、抜けなければいける。抜けたらピンチ。よかった、7名集まりました。ドサイドンがすごい。勝利です。CP1980 個体値マックスきました。実はヒコボン気づいてません。初実装のポケモンの個体値マックスは気にしているのですが、復刻はおざなりになってしまう。個体値マックスとは、つゆ知らず通常食だった残念ぐらいの気持ちです。いつもだったら、サークル固定で、エクセレントを普通に出していくのですが、このファイヤー、上段でのエクセレントが難しい。そこで、エクセレントの練習を始めてしまうヒコボンなのであった。個体値マックスの数値を知ってると、無駄に緊張してしまい、ゲットチャレンジに支障をきたすことがありますが、知らないなら知らないで、こういうことが起こるのである。全く iPhone ってやつは、使いやすさは Android だなって思う。下でもどんどん投げてく。上段だと飛ばない。ファイヤーこんなだっただろうか。サークル固定使えないのブギアだけな気がしたけど、前回までのファイヤーは Android だったので iPhone だとこんな感じになるのであろうか。ボールはどんどん減っていく。あら、取れちゃった。個体値マックスでヒコボンびっくり。ちなみに、ファイヤーの個体値100は2匹目です。さすが赤チームのポケモンです。もし100と知ってたら、地対地だけで狙ってましたね。そうだ、ゴッドガードを覚えた100は初めてなわけで、その点でもナイスだ。気分がいいので、ラーメン食べに行きましょう。ここの歩道橋、ちょっと作りが変則的です。まず坂道を登ります。すると、そのまま、歩道橋の上の部分につながります。反対側は、いわゆる普通の歩道橋な階段があります。この間の夜のポケ活で、ロケット団幹部と女性下っ端がいたホテルにやってきました。あれは、あの動画を見た人だけの秘密ですぞ。ってまたいるんかーい。これは、もうフォローのしょうがないな。クリフさん。この間の夜のポケ活で気になってたラーメン屋さんに来ました。肉そば、そういうのもあるのか。ごちそうさまでした。100を取った後のラーメンは格別です。腹が膨れたところで、あとはこの同士の色違いだ。電線への草の絡まりがすごい。釣り動画でもほんと草ばっかり。こっち抜けられるんだろうか。なんか作業場があります。怒られるんじゃないかと思いながら進んでみる。大丈夫でした。橋に繋がってるし、私有地ではないでしょう。この辺の川はほんと毒川。こんな川でも鯉がいます。魚はほんと流れ込みが好きなんだな。というわけで最初の茶畑ゾーンに帰ってきました。結局目的の色違いは出ず、個体値マックスファイヤーがお土産になりました。趣味全体で良いポケ活でした。